はい、この 00L に火を入れてみようと思うんですが、本来はここの受け皿にアルコールを満たして、そこに火をつけて、ここのヘッド部分をプレヒートといって温めてあげないといけないんですが、あいにく、ここを温めるアルコールがなかったんで、今回はちょっとティッシュペーパーを、ちょっとあんまやっちゃいけないんですけど、ここに巻きつけて、で、ここから灯油をここ閉めて加圧してやると、ここのノズルから灯油が出てくるんで、灯油を出してあげて、で、ある程度この、ティッシュが灯油で濡れた状態で、この弁をまた元に戻してやると、これが燃えてくれますので、プレヒートしてから、ここのヘッドが温まった状態で、ここの中に入っている灯油が今度は自動的に気化してきて、でガスが出てきて燃焼するというような単純な構造なんですけど、とですね、これを風防をつけてあげて、このノズルをかまして、はい、ちょっと非常に原始的なんですけど、これに火を、入りました。で、一時温めて、このヘッド部分が温まってきて気化してきたら、しょぼ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 火が起きますので、その時にまたここの弁を閉めて、この加圧してやると火が起きます。非常に原始的な構造なんですが、この 00L というのは真鍮でできてまして、もう買ったのが私が、22、3の頃で、ちょうどなんで買ったかというと、形がなんかアラジンの魔法のランプみたいに、おしゃれだったもんですから、まあ、買ったんですけどもね、まあ、真鍮なんで、こう、いまだに朽ちることもなく、こうやって美しくないですね、磨いてないから、姿を。保っておりますけれども、当時はここを外して一輪挿しになるんじゃないのって、売ってくれたお師匠さんからそんなことを言われまして、一輪挿しにならないようにっていうふうに、言われたことがありましたけども、一輪挿しどころか、もうこれずっと車に積んで、それこそ公園でコーヒー飲んだり、カップ麺食べたり、袋麺食べたり、はたや、これで、冷やそうめん湯がいてですね、食べたり、そんなバカなことをやってました。しかもそれ仕事中に、公園で昼食をとるためにですね、そんなことを言ってました。はい、そんな思い出のある00オプティマス 00L というストーブなんですけどもね、そうこう言ってるうちにだいぶプレヒートができてきました。っていうか、これこんなやり方すると本当危険なんですけどね。はい、そんなんで、この、ヘッドが温まってくると、だんだんちょぼちょぼとですね、気化してきて、この中のケロシンというか灯油がですね、気化してきて、バーナーのように、燃え盛ってきますので、その、タイミングを見て、ここのノズルを閉めて、ここからポンピングして加圧してやると、普通のガスのコンロみたいに、いや、ひょっとするとガスのコンロよりも、強い火が出ます。もうそろそろプレヒートが済んでいるような感じがしますので、ちょっと加圧してみましょうかね。プレヒートが不十分だと生ガスが出てですね、大変なことになりますけれども、今日は幸いそんなに風がないので、もうこのぐらいでプレヒートは完了しているかと思います。
それではこのノズルをちょっと閉めてちょっと様子を見てみますね。だいぶ、火は安定してきましたね。はい、ちょっとやかましいですけどもね、今のガスコンロとか卓上コンロからするとかなりやかましい、ですけれども、火力は十分あります。で、構造が単純なので、ただこのノズルの部分に穴が開いてるだけという非常に単純な構造なんで、非常に長持ちすると思います。ただもう部品がちょっと調達できるかわからないので、そこが不安な材料でありますが、道具はやっぱり使ってあげないといけないなと思いますので、今後ちょっと車に積んで、火を入れてコーヒーでも飲んでみようかなと思っております。今日は庭でやってますが、庭でテーブルでも出して、UFO 焼きそばでも湯沸かして食べようかなと思っております。せっかくなんで、楽しんでみようかなと思っております。はい、だいぶ煮立ってきましたので、これでよいしょ、火を止めます。UFO の準備をしなきゃいけないですね。はい、何やってんでしょうかね、自宅にいて。よいしょ、はい、一応振りかけを取って、たまたまこれがあったんで、ね、ちょっとこれを作ってみようかな。00で、これ回ってるな。うわわわ、洪水だ。00で沸かしたお湯を注ぎまして、3分間。ああ、せっかくモニターついてるのに。3分間。よいしょ。おお、何やってるんでしょうね。3分間待って。よいしょ。ソースをね、この上に乗っけとくと。切れてます。ソースを乗っけとくといいと。ちょっと野菜食べたのちょっと乗っけて。チーズも乗っけて。よいしょ。とりあえず。よいしょ、水でも飲んで落ち着きましょうかね。はい、もう行き当たりばったりでやってるんで、ちょっと時間的に、よいしょ、何やって、独り言つ喋って何やってんのって感じですけどね。ああ、でも00が使えるようになっててよかったです。とりあえずよいしょ、一旦切ろうかな。はい、それでは約3分経ちましたんで、湯切りをしようかなと思います。よいしょ、外なんで自然に返してあります。昔はよくこの湯切りする最中に蓋がポコッと開いて、あのここですね、蓋だったんですね昔は。で、麺が落ちて
せっかくの焼きそば食べれなくなったことがよくありましたけど、今はこんな構造になってて全くそういうことがあらないので便利になりましたね。で、夕べも終わりましたんで、よいしょ、早速、はい、ソースを入れます。はい、うわ、久しぶりですね。よいしょ、はい、UFO のソース入れて、手にいっぱいついちゃった。はい、混ぜ混ぜしますね。混ぜる工程が大事ですね。これよく混ぜてやらないと美味しく食べれない。はい、よいしょ。なんか昔からするとちょっと味が変わったような気がしますけどね。まあ、美味しいのに変わりはないんでしょうけど、久しぶりの野外での UFO ですね。自宅にいるんだからコンロのひねってお湯沸かして家の中で食えばいいだろうみたいなツッコミがありそうですけども、00L とあのケロシンの匂いを嗅いだら外でこうせざるを得ない状況になりまして、衝動に駆られまして、それで急遽テーブルと椅子を出してこんなバカなことをやっております。家の中で食えって、しかもこうやって自撮りしながらですね、いいおっさんがこんなことやってますけど、それではいただきます。はい、本当にあの 00L で沸かしたお湯で、久しぶりに野外で食べてます。はい、今後はちょっと車に積んどいて、こんなバカなことを、やっていこうかなと思ってますけどね。ただまあ今、公園とかで火を焚いたら煮炊きしたらいけないとかないろんなね厳しいことになってますんでね、ちょっとそれができるかどうかわかんないですけど、いただきます。うん、うまいですね。やっぱり野外で食べるのはうまいです。どうですか。はい、こんなんで、こんなバカなことをやってますけどね、一人でね。またあの一緒にバカやってくれる人がいましたら一緒にバカやりましょう。ということで本日の動画はこれで終わります。じゃあまた、バイバイ。うん、外飯最高。